こんにちは、こんばんは、かな、いや多分おはようございます。どうも、ゆうれこです。早速、浜辺美波、市川美織、志田未来、そっくりだと噂の芸能人へ行ってみましょう。実写版、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの本間芽衣子、メンマ役を公演した女優浜辺美波、アイドルグループ NMB48 の市川美織21が12日ビューム兄で、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのヒロインメンマのコスプレ姿を自分のツイッターで披露。女優の浜辺美波が黒髪で演じた実写ドラマ版を彷彿させるコスプレを披露した。メンマ役の浜辺美波ちゃんって子が市川美織にしか見えなくて感銘です。 W 美織も美波ちゃんも大好きなので、どっちも似ていてハッピーなです。市川美織さんは、いよいえば、公約お時世には2度の首を経験している苦労人。市川は、小学校5年生の時に、スカウトされて、オフィスに入るも、年間100回くらいオーディション受けて、受かったの1、2回で、目が出ず、次から来なくていいですって、書類が来て、と首を宣告されたらしいです。浜辺美波さんは、ゲスト出演した。メレンゲの心のうち日本テレビ系で SNS が弱点なことを明かしていた SNS が弱点なことを明かしていた浜辺だが、 Twitter をスタートできてと見ようと考えます。マネージャーさんと2人システムで今まで以上に情報を伝えられればなと考えます、と宣言。天使ですな。なお、志田未来さんとも似ている噂がありますね。志田さんの恋愛観は恋愛経験がなしってわけじゃないでしょ、と質問されると、いや私現実に、と言い回しを詰まらせ、あでも好きになったりはしますけど全然自身からはいけないですし、アピールとかもできないので多分向こうも気づかず終わる、と本人の恋愛事情だそうです。一人でディズニーランドにも行くらしいですよ。どうでしたか？今回もご視聴ありがとうございます。また面白いネタなどありましたらコメントしてください。最後にチャンネル登録していただけたらジャンプして喜びます。